はい、どうも、ライです。今日はスプラトゥーン1をたまたまつけたら、ガチマッチに、スプラトゥーン2では出なかったステージ、金目鯛美術館が、今現在のステージでね、行われているので、やっていきたいと思います。で、ちなみに、金目鯛美術館を、さっきね、懐かしいなぁと思って、Yahoo で、金目鯛美術館、画像って調べたんですけど、なんか、パーキングエリアみたいの出てきました。これなんか、スプラトゥーンのマップの元となった場所らしい。はい。なんか、いい機会なので載せときます。ということで、金目鯛美術館やっていきましょう。お、来たよ、金目。ほー、あ、何あの白い武器。なんかあったな。やべ、相手クソとガチ変身だぞ。強いぞ。でも、リッターを見ないね。スプラチャージャーなんだね。まず左を。やばいかも。やべえ、危ね。これ、クエボでやれない？無理か。あ、やった、やれた。なんかラグいな。おー、いいね、抱え。敵抱え落ち。なんか当たんないっす。当たんないっす。あいつ無視やな。倒す。いるね、なんか。ありがとう。なんかいる。あーうちー。なんか下に降りたな。こいつはやる。あねえ、オッケー。でもチャームやりたかったな、ぶっちゃけ。相手ガチ編成、ガチ編成、ガチ編成。スーパージャンプ。お、攻めてるね。よーい、ボムラだよ。ボムラだったんだ。あ、なんかいた。これは食い込んで倒していく。食い込んがマジで強い。このゲーム。うれ。あれ、チャー見てるから無理だな。はい。あ、なんか回線落ちた、相手。あー、届かない？もうスペシャルが打てない。スペシャル打つか。どこに打てるのか分かんないから、適当にここで。で、多分高台から来るから。ほら、ほら、ほら、あ、マジ？強。ゴールダウンじゃん。これ上から。あー、危ねえ、死ぬ。危ない。勝った。勝った、勝った、勝った。危ねえ。このステージ、スプラ版に欲しかったな。金目、なんか久々で楽しい。普通に面白いと思うんだけど。このステージ。あー、99、あとちょっとでスプラスになる。来たー、金目来たー。金目来ました。チーターはいない。よっしゃー、チーター多いからさ、ちょっと気をつけてたんだけど。いないのいいね。左からカーボン。降りてる。うお、なんかすごい下からやられた気がする。え？ちょっと謎判定だったんですけど、もう仕方ないか。スプラワンだしな。左上がるか。まずは倒す。味方が言ってくれたね。この逆に。おぶねー死にかけた。カーボンもね、攻撃詰めるからね。食い込む最強なんだよね。ナイス。あ、外した。オッケー。なんか今カーボンいたよね。うわぁ嘘、振る前に死んだ。あ、それは納得。スパイダースコープか。いや、カーボンになんか上から振ってないのに、ぶん殴られたのかと思って。めっちゃびっくりした、今。これ、行きたいな。当たんね、当たった。カーボンローラーがね、今見えたので、ちょっと、後ろ下がって、トルネードで撃とうかな。ん、なんか降りた？あ、降りてるね。ちょっとボムで索敵されちゃう。やだ。まず一人倒す。
左から来ない。ボムラはちょっと厄介だから引く。そんな焦んなくていいと思う。あ、2発当たったのに、クイボー。悔しい。いやー、え、後ろからスパショ？忍者かな？彼はジャパニーズイズ忍者かな？まず倒す。ここにいると思ってる、俺は。ほら。お、チャーガー見てますね。いや、ちょっと。ナイスナイスナイスチャーナイス、うちのチャーが優秀。優秀です。ちょっと塗り替えしましょう。怖い。これ、また次の防衛がすごい怖い。左から来る。あ、当たんない！生きてる？あ、爆風で死ぬ！なんかいる！怖い！チャーが左に見えた。帰った。左から来なそうだから。なんかよくわかんないけど。あ、ちょっと待って！パッと見て撃ってたら、え、この人矢倉住んでる何してんの？忍者？忍者何してんの？後ろで何やってんのこの人。ルールわかってるか？何して味方？あぶねえ。あ、これ倒したわけじゃないんだ。よし。これ来るでしょ？ボールドマーカー。ボールドマーカー、スパシャの方来るね、これ。はい、来た。もう一度来た、倒す。もう食い込んが当たれば最強だわ。今いたんだよな。ちょっと厄介ですね。さっきね、トルネードあそこで撃ってやられちゃったから、今度ね、ちゃんともうちょい下がって撃つわ。いそうなとこに撃って倒していく。あ、ボムで踏む。あぶねえ。ん？カーボンローラーいなくね？あ、なにこれ？びっくりした。あ、いた。おー、倒した。あ、もう諦めてる、あの人。諦めた。これで S プラスになったよ。多分。やっとね、一回データ消えて失ってから、まあ、ちょくちょく、ネタ作りのためにやって、ようやく S プラス。